どうも、ドンチューバーの佐藤です。いきなりですけど、ドンペンですね。ドンペンが TikTok やってるのってご存知ですか？これなんですね、ちなみに。ドンペンの TikTok のアカウント、こちらですね。一応まあフォロワー今ね、5万人ぐらいいるみたいですね。で、ちょっとなんか一個再生してみましょうか。一部分スキップしてますね。はい、ということで、こんな感じでドンペン TikTok をやってるみたいなんですけど、この TikTok どうやって撮影してるのかめちゃくちゃ気になるんで、今回はそのドンペンの TikTok の撮影の裏側に潜入してみたいと思います。ということで、ドンチューブスタート。はいはいはい、はい、ということでね、こちらですね、こちらですね、ドンペン控え室なので、ちょっとね、中覗いてみたいと思います。ドンペンいるかな。失礼します。ドンペンまだいないっすね。楽屋入り前です。ちょっと楽屋ね、なんかいろいろ置いてあるんで、ちょっと探索してみようかなと思います。お、こちらがドンペンの控え室なんですけど、レッドブルありますね。ドンペンレッドブルで翼授けてるんですかね。あとは煮干しですね。まあペンギンですからね、煮干しは食べるんじゃないですかね。あとはお菓子がずらーって置いてます。こっちが多分今日撮る TikTok の絵コンテですね。今日は誰かゲストが出るみたいですね。一緒にダンスを踊らないって書いてます。あとこの部屋ちょっとなんか寒いなって思ったんですけど、冷房が18度になってます。まあ、南極生まれの東京育ちということで、お部屋はちょっと寒めに設定してある AD さんの配慮ということですかね。はい、ということでね、ドンペンの楽屋の様子もね、ちょっとね気になるじゃないですか。やっぱりせっかく密着してるんで、ちょっとねここにいい感じの観葉植物があるんで、ここにね、ここですね、この辺りにカメラを設置して楽屋の様子をウォッチングしたいと思います。はいはいはい、ドンペン、おはようございます。どうぞどうぞ、お部屋までご案内いたします。あ、ドンペン来ましたね。あ、ドンペンおはよう。今日密着させてもらうんでよろしくお願いします。今日の控室こちらです。こちら右手お願いいたします。すいません、打ち合わせさせていただきます。よろしくお願いします。あ、本日の TikTok なんですけれども、まず店頭でドンペンお買い物に来たよ。はい、店頭のシーンになります。ここ元気よくパタパタとみんなに挨拶を。あ、いいですね、お願いします。で、3シーン目がですね、ドンペンは今日何のお買い物をするのかな、何を選ぶのかなっていう、この時にあのドンペンのおすすめ商品っていうのを今日は紹介していただければなと。ドンペンアイテム非常にたくさん出ていると思うんですけれども、ドンペンの中でこれがいいなっていうのはありますか？あ、決まってますね。 ありがとうございます。 T シャツ、サンダル、バスボール、ヘアバンドなどなど非常にたくさんアイテムが出てますので、ちょっとずつ紹介しながら最後にお気に入りの、はい、あ、じゃあ今日はそんな感じで、はい、あ、今日一緒に共演させていただきます。はい、じゃあご一緒させていただきます。ピアノ立花です。お願いします。じゃあ改めましてちょっと、今日はよろしくお願いいたします。まずですね、今日は、ドンペンと TikTok を撮りたいなっていう感じで、小鳥さんからの、シーンスタートになります。はい、ドンペン踊れるかなと。あ、いきます。どんなダンス踊るかちょっとまだドンペン知らないんで、この後ちょっと広いお部屋に行きまして、はい、練習の方させていただいてよろしいですか？はい、ぜひ。あ、じゃあ、すみません。じゃあ、早速、練習の方。はい。はい。よろしくお願いいたします。は
はい、ということでね、ゲストの立花さんとドンペンがこちらで練習をしてるそうなんで、ちょっとね、練習の様子を覗いてみたいと思います。こちらですね。お邪魔します。お疲れ様です。どうですか、練習いい感じですか？バッチシです。バッチシ。ドンペンどうですか、いい感じ？これからこれから本番だけども大丈夫、本番行っちゃって。お、やばい。立花さんはどうですか、もう本番本番行っちゃって大丈夫ですか？ OK です。はいはいはい。立花さんごめんなさい、説明します。向こうからちょっと歩いてきます。ドンペンを見つけたらちょっと駆け足で寄ってきて抱きつきます。その後、ドンペン大丈夫ですか、いける？お、気合入ってるね、さすがです。今度はここで撮るみたいです。今新商品で一押しアイテムらしい。自分がドンペンごめんなさい、ここのシーンでは一応ドンペンがおすすめする商品を小鳥さんがドンペンのおすすめアイテムがあるんだよねって言ったら、もうまさしくドンペン今の感じでこれって左手でパタッてやってあげてください。イヤバンドで小鳥さんで、かわいいって言ってもらって、はい、じゃあアイスを出したら小鳥さんからドンペンおすすめグッズがあるんだよねって言ったらお願いします。どうぞ。はい、これもうすごい激しい、激しい、これそれだよね、可愛い、すごい。これちょっと初めて見たんですけど、今ドンペン引き押しアイテムのドンペンヘアバンドということで、ちょっと私こっちをつけたいんですけど、これつけたらマジで結婚できるレベルで相性バッチリになると思うんですけど、どうですか、いいと思う？こんな感じでちょっと動きのあるワンコートお願いします。あ、いいですね、かわいい。あ、いいですね、かわいい。OK です、ありがとうございます。すいません、この足 OK です。小鳥さんもうちょっと気持ち寄ってもらって、あ、そうですね、で踊ってる時全然腕とかは見切れてもらって大丈夫なんで、ということでね、ドンペンと立花さんが先ほど練習した TikTok を撮るみたいなんで、ちょっとね後ろから見させてもらおうかなと思います。じゃあカウント3秒前から3、2、1、
ドンペン TikTok の撮影お疲れ様でした。どうでした今日の出来栄え？結構ね、楽屋から確認させてもらったんですけど、こう台本をねチェックしてしっかり打ち合わせをして、それから練習もして本番何テイクも撮って、納得いくものはさすがに出来上がった感じですよね。今日どこ大変でした？あーなるほどね。今日はいつもね一人で結構ね出演されてること多いけど、コラボだったんで2人でやるってことね、ちょっといつもより大変なこともあったかもしれませんね。ということでね、ドンペンが今日撮った TikTok はまたね、ドンペンの TikTok のアカウントで動画がねアップされると思うんで、そちらもチェックしてみてください。ということで以上、ドンチューブでした。バイバーイ。3、2、1。